光と闇を操る神官。え、あれどっから入んねん。いや、めんどくせえな。あれだよ。機械を見て回収します。多分。よっしゃ。ボス戦だね。だけ回復してから手伏せるようになったね。HP 回復はできているみたいなので、これで。OK。おい、どんなタイミングで出てくるね。先制攻撃はありがたいけどさ。ここからが本番だ。もう絶妙に今何も使いたくないタイミングでね。闇より飛ばれ。HP ちょっと消費するぐらいだから別にいいけどさ。回復ボケついてるな。どっちだ。これか。出番。闇を飛ばす。災いを払え。覚悟。お。横一文字切れ。よし、あー、中活撃だ。なっ、あー、せい。授業はこれで終わりだ。まったくもういらん消耗させよって。行きます。なんてこと、この式何も無駄足だったわね。あら、お嬢さん、まさかこの式を取り返しに来たのかしら。この通りよ。ったく。言ったはずよ。もう忘れろってね。そうは問屋が下ろさないわよ。そうはいかないわ。私の大切なものだもの。うん。今の問屋は下ろさないってなんか、トルサが言うと重いな。あなた、この式のことどれくらい知ってるの？これを書いたのがどこの誰なのか。それは知らない方がいいこともあるのよ。でも知らなくったって私には大切なものなの。ずっと一緒に旅をしてきた大切な。ごちゃごちゃと、まあなあ、めんどくさ。いいわ、返してあげる。え？
そうね。欲しい情報は載ってなかったもの。欲しいなら返してあげる。でもね。あなたは返してあげない。さあ。首を突っ込みすぎたわね。ここで消えてもらうわ。勝手な人ね。チキは返してもらうし、私もしっかり帰るわ。商人だからって舐めないでよね。身のほど知らずが。オッケーって行こう。そこどいてもらうから。行くわよ。パ何をしてくるのかな。まあ入れとくか。お、槍入るじゃん。覚悟はいいか。槍が入るということは千本槍。千本槍。さあどうだ。ナイフ持ってっから物理できそうなんで、とりあえず一旦コウモリを邪魔をさせた。入れときましょうか。防御アップの用途で、傭兵。お金に止めはつけないわ。行くぞ。十文字切り。十文字切り。行くぞ。もう一発十文字切り。十文字切り。さて。まずして獅子の舞。BP パサー。よろしくね。さあどうぞ。崩し中なんで大火炎魔法。火炎よ焼き尽くせ。二回行動出番ね。どうしようかな。さあどうなるかしらね。わお。なあ、なんか変わったぞ。おお、強い強い。私の番。まさかのまさかの。こんな一気に気づけられるか。覚悟はいいか。千本槍。千本槍。ああ、槍弱点じゃなくなってる。相手の方早いからな。使っておこう。ここからが本物。はみだれや。行くわよ。ここまで戦ったボスって結構強いぶりじゃないこいつ。でもやりきかねえんだよね。ああ、私の番。一撃重っ。防御アップが必要だ。お金に止めはつけないわ。お、剣入るじゃん。さて、どうしようか。はい、魔法。火炎よ、焼き尽くせ。足も入る。さて、はい、回復も。癒しの奇跡を与えたまえ。攻撃力アップまた持ってんね。出番。どうしようかな。行動速度は別に変にいじらんでもいいんだよな。モグラの前に安めだけど。
行くよ。ピーピーパサー、よろしくね。本気を出そうか。いやでもこれ今打ったところでな、すぐ崩れるんだよね。崩れるというか、あ、まだなんとかなるか。入れておこう。赤学をアレファイよ。やっぱスリム路線にやっちゃった。ここからが本番だ。さあ、各大剣将ブランドよ。そうか、対象ちゃんと選ばなきゃいけないんだもんね、あれ。よした、行くわよ。やり、千本やり、千本やり。行くわよ。これはもうアイテムで蘇生させてしまった方が早いな。しっかりね。なかなか考えがいがある。これまでないパターン。氷結魔法。氷乱よ、巻き起これ。踊ろうかしら。防御ダウンを入れられた。これはそんなに問題ではなくて、槍効くからこの人効くな。ここからが本番だ。千本槍、千本槍。よし、崩した。いくよ。 BP パサー、よろしくね。集中していこう。このアレファンの赤学王アレファンよ。さて、さあ、覚悟はいいか。大剣ブランド、大剣将ブランドよ。ダメージはね、いい塩梅で稼いでったかと思うんですけどね。 BP 回復先で、ここからが本番だ。 BP 回復の策、使わせてもらう。いくよ。傭兵、お金にお金はつけないわ。さて、本気を出そうか。はい、火炎魔法、火炎よ、焼き尽くせ。いいよさて、防御かな。防御してもこれか。大回復魔法。でも槍弱点の形態なんですね。ありがとう。いっそ世話になったな。展望に。あと何かな、まあ、BP がないからね。行動順的にはまあでも一回殴ってくだけいつか。なかなか考えがいがある。せい、まあ、知恵もいいんだ。なかなか考えがいがある。 OKOK。 覚悟がいい。待て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 、これはSP 回復のプラムをオルベリキに与えて、フルチャージのブランド。覚悟はいい、大剣将ブランドよ。はい、強い。いい勝負。ルーンナイフ、今更っぽいな。女小娘にやられるなんて、あんまり甘く見ないでよね。
ッキーは返してもらうわ。うん、よかった。この式あんたの何だってのよ。たかが日記にどうしてそこまで。だってこの式は私の。ここには勇気を出してきたんです。私を変えてくれる何かがあるかもしれないって。私の宝物が。あ、宝物？そっか。お、トレさん。お、無事だったか。うん。うん、ありがとう。ハリーは？見ての通りさ。何した？くそ。ガキを覚えとけよ。やれやれ。あいつ、お尋ね者だったらしい。警備に引き渡してやったよ。すがね、アリー。助かったわ。ところで。それで、地球は取り戻せた、取り返せたのかよ。うん。そういや。おう、そうだ。始まってるぜ、品評会。座れ。さあさあ。私が出品するのは万葉樹の人形です。万葉樹は世界に数本しか生えず、縁結びの木として知られます。その2期で作られたこの人形には言い伝えがあるのです。持っていれば必ず運命の異性に出会えると。なんと素晴らしい。まさか実物が拝めるとは。ふーん。先ほどの白雪のドレスや二種家のティアラなど、どれも国宝級の品です。喉から手が出ますわい。世界中の商人が誇りをかけてきてますからな。それに何たって10億だ。魂でも売りに出しますよ。さてで、ウィンダムのお目金にかなうのはどれか。違うんだな。いいね、盛り上がってるね。そういや、そろそろ出品の準備をしないとな。出品できるのは1点だけって言ってたよな。なあ、もちろんエルドライトを出すんだろ。うん、私はあの式を出すのか。ええ、お前本気か。うん、もう決めたの。おいおい、エルドライトを出した方が絶対いいって。確かに希少な宝石は誰だって欲しいと思う。でも私は、うん、それぞれの人に本当の宝物を届けてあげたい。俺が私のもう一人前の商人だから。誰にでも宝物としてね、分かるものじゃなくて、その人にしか宝物と感じられないものっていうのがね、あるわけだよね。届けたいものがあるの。ノアに。おっと。そこまで言うなら見せてもらおうじゃん。ま、見ててよね。さあ急ごうぜ。満員の客がお待ちだ。待って。ドレス。緊張してるの？らしくないわね。あんな大勢を前にするなんて初めてだから。そうだ、いいこと教えてあげるわ、ドレス。みんなお魚だと思えばいいのよ。うん、お魚？あなたもお客もお魚よ。そして怪獣は広い海。広い海では入ってきたお魚を誰も気にしないわ。あなたみたいなちっちゃなお魚ならなおさらね。ちょっと一言多いわよ。舞台立つときは私もよくお魚になったものよ。お魚。よし、ブリモルドさん、ありがとう。いってらっしゃい。いいね。では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 。
見せてもらおう。トルサのお宝。どうも。トルサコルツアーネ様ですね。コルツオーネ。どうぞこちらへ。トルサ。一丁かましてやりな。え？行ってくるわ。それでは次の出品です。トレサ・コルツォーネ様、どうぞ。ここはフルボイスか？トレサ？あんな女の子が。どんな品を出すというんだ？行商人として旅をしているトレサと申します。本日私がお見せするのは名もなき四季です。私は小さな港町の商人の娘です。海の向こうを見つめいつも思っていました。私がしたいことは、本当に手に入れたいものは。そんな時、この四季と出会いました。この四季は、名前も知らない誰かのもので、世界中を巡る旅の記録が記されていました。その旅に憧れて、私は故郷を立ったのです。一人前の商人になる、それを目標に。たくさんの出会いがありました。ある鉱山の町では、同じ年頃の商人と。彼の言葉は人々の心をつかみ、幸せにしてしまう。私にはない魔法のような力を持っていました。そして次の町では、四季をくれた船長と再会し、あることを教わりました。宝物についてです。本当に大切なものは一つしかないのだと。探すのには時間がかかりました。でもようやく見つけたんです。たくさんの出会いをくれたこの旅こそが私の宝物です。この四季に私の旅も記してきました。世界は広大で未知にあふれています。名もなき旅人の四季に、私が世界を夢見たように、私の四季が誰かを後押しできたら最高に価値がある。この四季をあなたに届けたいんです。トレサ。何を言い出すかと思えば。どいつもこいつも分かってねえ。ここがどういう場所か知らないらしい。分かってないのはお前らだ。こんな恥知らずな出品は初めてですな。眠ブーメラに聞こえるねえ。誰かウィンダムの代わりに手を挙げてやれ。トレサ。これにしよう。あ
の？俺。おいおい。まさか、何の冗談だ。ウィンダム様、失礼を承知で伺いますが、こちらの品物で本当によろしいですかね。もちろん構わん。私は取引において二言を用いたことはない。この名もなき手記を娘へ送らせてもらう。心だね。ウィンダム様、なぜこの手記にされたので？ああ、娘がな。トレサ。ノア。私は足の不自由な娘に世界中の宝を買い与えようとした。だがそれらは本当の意味で娘を満足させるものではなかった。だが、あの手記が出品されたとき、娘が初めて自分で言ったのだ。あれが欲しいと。トレサ、あなたの話を聞いていたら、まるで世界中を旅しているような気分になれた。もっと知ってみたいって、心から思ったの。君の手記はこの金に見合うものだ。ああ、受け取ってくれ。受け取れません、こんな大金。お前それでも商人かよ。はい。私が届けたかったものがノーアに伝わった。うん、それだけで十分です。しかし、こういうわけにもいかない。では、お金は預かっていただけませんか？うん。今の私には大きすぎるから、いつか必要になった時に。よろしい。では、握手を用意しよう。呼び方合ってます？ない気がする。覚え書きでいいのかな。人に覚え書きか。覚え書きを用意しよう。君が店を開くときにでも訪ねてくるといい。ありがとうございます。トレサ。ねえトレサ。ねえ、もっと聞かせてください、あなたの旅のお話を。あなたの宝物。もちろん。うん、もちろん。トレサは自らの旅を語り明かした。旅路を一つ一つ振り返るように。トレサの話を聞いて夢ができました。私もこの足で世界を旅したい、そう思うようになりました。ノア、ありがとうございます。この式、私の宝物にします。そしていつか私がこの続きを書きます。私の旅を。一番に私に読ませてよね。ええ。約束します。お嬢さん。品評会での話、
見事じゃった。あなたは日記に人生を捧げているものじゃよ。あの式一目見てわかったぞ。実はな、は昔わしが作ったものじゃ。あの式おじいさんが作ったの？見たのは違うがの、今から10年ほど前ある男に譲ったのじゃ。男の名はグラム・クロスフォード。グラムさん、それが七種の旅人さんの名前？いかにも。わしは彼に命を救ってもらい、あれこれと語り合った。あれはまさに旅立つところじゃった。目的こそ告げなかったが、わしは彼に旅の記録をつけるよう勧めたんじゃ。旅を作り続けて40年余り、あれほど旅の話を聞きたいと思った人間は他におらん。旅とは心の記録じゃよ。彼の心ほど心地よいものはなかった。品評会で君の話も聞いたが、きっと似ておるよ。自らと似た何かを感じ、君は四季に惹かれたのじゃろう。もし彼に会ったら伝えてくれ。旅はどうなった？2冊目の準備はできているぞ。な。トレさ、どうすんだよこれから。そうだな、一旦故郷に帰ろうかな。商人としてたくさんの経験ができたから、四季に書ききれないくらいたくさんね。世界の各地で商売して、いろんな人に出会って、あの壇上に立った時思ったの。少しは一人前の商人になれたかなって。それを両親に伝えてあげたいの。どんな顔をするのか今から楽しみだわ。そっか。アリーはどうするの？そうだな、たっぷり稼いだし、俺も故郷に帰ろうかな。親父が待ってる。この金を元手に故郷でもっかい店開くんだ。そっか、お父さん以上の商人になれた。さあな。なあトレさん。その次会う時は。お互いにもっと大きな商人にでしょ。負けないわよ。いや多分違うじゃねえか。あ違うな、ほらな。いやもちっと大人の目になって。素材は悪くないぜ。まだまだ磨き足りんけど。惚れてんじゃん。なんてね。ふざけないで。かっかっか。じゃあまたな。おいおいおい。私の宝物はこれからも磨かなきゃ。待っててね。
これが商人トレサとの出会いでした。彼女の手記の続きを私は記します。今日も世界のどこかで誰かに幸せを届ける彼女の姿を追って、ノーア・ウィンダム。いいね。あれがあの宝石かな。はい、さあという感じでね、これにてトレサ編も完結ということでですね、まあ、今回ここまでにさせていただきまして、また次ね、4人目かな、4人目の、ストーリー終わらせにいきたいと思います。では、オクトパストラベラー実況プレイの、パート62だな。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見てるなー。